イリオスのものとされる遺跡。城郭都市イリオスは、ギリシア神話に登場する都市。イリオン、トロイア、トロイ、トロイアーなどとも呼ばれる。現在のトルコ北西部、ダーダネルス海峡以南にあったとされる。遺跡の入り口には、有名なトロイの木馬の複製が建てられている。一般に、ハインリッシュリーマンによって発掘された遺跡がイリオスに否定されている。神話では、 かなりの規模を持った都市国家であるが、現在発掘によって確認される遺跡は、城塞以上のものではない。ギリシア神話においては、アガメムノーンを頭とするアカヤ軍に滅ぼされたとされ、その表しは、ホメロスのイーリアスをはじめとするジョ女児カンに描かれている。トロイの古代遺跡については、イリオス遺跡を参照のこと。トロイでプリアモスの宝テトラドラクマとアテーの赤て、 イディオスのある地域は、スカマンドロス側とニュンペイのイダヤの子である、テウクロスが王として治めており、テウクロイと呼ばれていた。そこへ、アトラースの娘、エーレクトラーに、ゼウスが生ませた子であるダルダノスが、サモトラケ島からやってきた。ダルダノスは、テウクロスの客となり、彼の娘はティエアと領地の一部をもらった。彼はそこに、ダルダノスという都市を築き、テウクロス王の死後、 テウクロイの一体は、ダルダニアと呼ばれるようになった。ダルダノスの後は、エリクトニオスが相続した。エリクトニオスの後は、トロースが継いだ。トロースは、自分の名にちなんでダルダニアの地をトロイアと呼ぶことにした。トロースは、スカマンドロス側の娘カリロエと結婚し、クレオパトラー、イーロス、アッサラコス、ガニュメーデースを儲けた。ガニュメーデースが気に入ったゼウスは、ワシに変身して、 カニュメーデースをさらい、オリュンポスの給仕係とした。そして、その代償に馬を与えた。なお、アスサラコスの子がカピュスで、カピュスの子がアンキーセス。アンキセスの子が、ローマの元となった都市を築いた英雄アイネーアースで、ある。トロースのコイーロスはプリギアで、その地の王が主催した、競技会の相撲の部に優勝。商品として50人の少年と50人の少女を得た。 また王は彼にブチの牛を与え、その牛が横になったところに都市を築けという信託が下ったから、その通りにしなさいと言った。イーロスが牛の後についていくと、牛はアテという丘で横になった。そこでイーロスはそこに都市を築き、イリオスと名付けた。イーロスはアトラーストスの娘エウリュディケと結婚し、ラーオメドオーンを設けた。イーロスの後はラーオメドオーンが継いだ。 ラーオメドオンの子供には、娘の兵士オネエ、ムスコティートーノス、ポダルケースなどが生まれたという。ある時、アポローンとポセイドオーンはゼウスに対する反乱を企てた。このため、ゼウスの怒りを買い、人間の姿に身をやつし、イリオスをラーオメドオンのために、イリオスの城壁を築くという罰を受けた。城壁完成の後にアポローンとポセイドオーンが報酬をもらおうとすると、 ラーオメドーンはそれを拒絶した。アポローンとポセイドーンは起こり、アポローンは薬病で、ポセイドーンは海の怪物でイリオスを悩ませた。その後、怪物にラーオメドーンの娘、ヘイシオネーを捧げれば、災いから逃れることができるという信託学だった。そこで、海から来る怪物に見えるように、海岸近くの岩に、ヘイシオネーを縛り付けた。それを見たヘイラクレイスは、 ガニュメデースの代償に、ゼウスが与えた馬をくれるなら、怪物を倒して、兵士を姉を救おうと申し出た。ラーオメドーンが受け合ったので、ヘイラクレースは怪物を倒して、兵士を姉を救った。ヘイラクレースが、報酬の馬をもらおうとすると、ラーオメドーンは拒絶した。ヘイラクレースは、いずれ、イリオスを攻め落としに来るぞ、と捨てゼリフを残して去っていった。ヘラクレースは参加者を募って、 イリオス攻めを行った。18艘の船による軍勢の中には、ベーレウスやテラモーンもいた。軍勢は船を降りて、イリオスを目指した。イリオスをラーオメドオーンは、ヘイラクレースらのルスに船を襲ったが、逆にヘイラクレースたちに包囲され、捕虜となった。ヘイラクレースたちは、イリオスを包囲し、テラモーンが、イリオスへの一番乗りを果たした。ヘラクレースは、 自分よりも優れた者の,の存在が許せなかったので、テラモーンを殺そうとした。テラモーンは、起点を聞かせて、石を集めるふりをした。不思議に思ったヘイラクレースがテラモーンに尋ねると、テラモーンは、勝利者ヘイラクレースに捧げる祭壇を築いているのだ、と言った。ヘイラクレースは喜び、ラオメドーンの娘、ヘイシオネーを彼に与えた。戦いの後、ヘイラクレースは、ヘイシオネーに、 捕虜のうちから一人だけ連れて行くことを許した。ヘイシオネエは、ラーオメドンの息子、ポダルケースを選んだ。ヘイラクレースがポダルケースの会を求めると、ヘイシオネエは、代償として、ベールを差し出した。このことから、ポダルケースは、プリアモスと呼ばれることとなった。この時、ポダルケース以外のラーオメドンの息子はすべて、殺された。イーリオスの陥落イリオスは、 プリアモス王の時にキリシア勢に攻め込まれ滅亡することとなった。この戦争の発端はゼウスの資料によるもので人口調節のためとも神の名声を高めるためとも伝えられる。プリアモス王の子、ヘカベエは息子、パリスを産む時自分が燃える木を産み、それが燃え広がってイリオスが焼け落ちるという夢を見た。この夢の通り、パリスはイリオスにとって 最悪の種となった。パリスは、ヘーラー、アテーナー、アプロディーテーの三女神の美の競合、いわゆるパリスの審判により、アプロディーテーからスパルタ王メネラーオスの妻、ヘレネーを奪って、妻とすることを訳された。彼は、スパルタからヘレネーを奪ったため、メネラーオスは直ちにトロイアに、ヘレネーを返すよう求めた。しかし交渉は決裂、メネラーオスは、 アニアガメムノーンと共にトロイア攻略を画策した。アガメムノーンを総対象としたアカイア軍はイリオスに上陸、プリアモス王の王子ヘクトールを事実上の総対象としたイリオス軍と衝突した。多大な犠牲を出しながら戦争は10年間続き、アカイア軍の間には次第に沿線気分が蔓延し始めた。しかし、アカイア軍の将オデュッセウスは一計を案じ、 エッペオスに木馬を作らせた。このトロイアの木馬の奇形によってイリオスは人よのうちに陥落した。陥落したイリオスから逃げ出すことができたのはアイネーアースなど少数の者たちだけだった。ハインリッヒ・シュリーマンによって発掘が行われるまでイリアスは神話上の架空都市に過ぎないというのが一般の通念であった。このような常識に対しシュリーマンは次著 古代への情熱で、幼い頃に、イリアスの子供向けの物語を読み、イリアスは、実際に起きた出来事を元にした物語だと考えて、発掘を決意し、資金を集めるために商人になったと述べている。1868年、シュリーマンは、トロイアのあった場所として、ダーダネルス海峡西端のチャナカレ近郊にある、ヒッサリクの丘に検討をつけた。 アキレウスがヘクトールを追い回すことができるような場所、近くにイリアスに書かれた川があるような場所が他にないというのが彼の説明である。1870年、シュリーマンは資材を投じてトロイアの発掘を開始。この発掘にはすでに功績を上げたオリンピア発掘隊も関わっている。シュリーマンの狙いは正しく、車に囲まれた遺跡を発掘した。 ヒッサリクの丘の遺構は複数の層からなっており、シュリーマンは火災の跡があった大通層をトロイアだとした。しかし、後の研究の結果、この層はトロイア戦争があったとされる時代よりも前の時代のものであった。シュリーマンの発掘が学会で認められるには時間がかかった。当時の常識に反している上に、シュリーマンが全くの素人だったからである。 確かに、シュリーマンの間違った推定と発掘により、遺跡の考古学的価値は大きく傷ついていた。しかし、当時は、現代的な意味での考古学は、未整備な状況であった。イリオス遺跡からの眺めトロイナインで、オデオン、期限前124年現在までの調査によると、イリオスの遺跡は急層からなり、シュリーマンが、イーリアス、当時のトロイアのものだとした大通層時は、 紀元前2500年から紀元前2200年のものだということが分かった。大哀想、すなわち最初の集落は紀元前3000年頃に始まっており、初期青銅期時代に分類される。大2層は英華海港益によって栄えたと考えられており、トロイア文化とも言うべき独自の文化を持っていた。城壁は霧石の株構造を持ち、 入り口は城壁をまたぐ塔によって防衛されている。しかし、その後の第3層から第 V 層は繰り返し破壊されており、発展的状況は認められない。紀元前1800年から紀元前1300年に至る第6層において、イーリオスは再び活発に活動を始めている。イーリアスの時代とされるものは紀元前1200年頃の第7層 A だったが、 これは、シュリーマンの発掘によって大きく削られてしまったため、ほとんど何も残っていない。この時期に規模は拡張されているが、それでも車の直径は140メートル程度で、都市機能はかなり相性であると言える。したがって、イリオス遺跡は、都市というよりは城塞である。第7層 A はすぐに崩壊し、後に貧弱な第7層 B が続いていた。その後に、第8層、 第7層が続くが、これらはギリシア人、ローマ人による街の移行である。トロイア戦争の時代を、ヘロドトスは紀元前1250年、エラトステネスは紀元前1184年、デューリーズは紀元前1334年と推定した。トロイア戦争時代と推定される第7層の発掘では、陶磁器の様式から紀元前1275年から、 紀元前1240年と推定されている。シュリーマンの発掘した遺跡がトロイア戦争の舞台として登場する古代都市、イリオスであるか否かは議論の分かれるところである。ホメロスのイーリアスには複数の都市に関する伝承が混合している可能性が指摘されており、その複数の都市の中に シュリーマンが発掘したこのトロイア遺跡が含まれているということについては、概ね合意が得られている。しかし、ホメロスのイーリアスそれ、自体に考古学的事実と符合しない部分があり、また、最も重要な証拠となるべき第7層の大部分がシュリーマンの発掘によって消失しているので、イリオス遺跡が伝説上のトロイアであるという決定的な証拠はない。 ホメロスの伝承が全く架空の伝承とする立場もないわけではない。とはいえ、この遺跡の発掘が考古学の発展に与えた影響は大きく、そういった意味からもユネスコの世界遺産に登録されている。イーリオス断面月現前13世紀中頃の筆体島トゥドハリア4世時代の筆体トご資料に、アナトリア半島西岸、アスワ地方の町としてタルーイサが登場する。 これはギリシア語資料のトロイアに相当する可能性が示唆されている。また、同資料にウィルサオ・アラクサンデスが登場する。これもそれぞれギリシア語資料のイリオスとアレクサンドロスに相当する可能性が示唆されている。トゥトハリア4世紀の知性はヒッサリク遺跡の第7層 A の時代と一致しており、パリスの別名がアレクサンドロスであったことが知られている。このため、 この資料の記録はギリシア資料によるトロイア戦争と何らかの関係があるのではないかと推測されている。イリオスの遺跡は1998年トロイの高校遺跡としてユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。